皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。今回はカウンターフェイトも SDXL 対応のモデルが出てきましたので紹介します。カウンターフェイト XL もやはり SDXL のモデルは非常に重たくて 7GB ぐらいありますので、ストレージがパンクしそうですが使っていきます。そしてさらに SDXL 専用のネガティブエンベッティングスを3つ用意してくれてますので、こちらの効果も見ていこうと思います。こちらのエンベッティングスに関しては A がスタンダード、 B がリアリスティック、 C がアニメライクということですので、それぞれの効果を見ていきたいと思います。シビタイの方でもプロンプトや画像が紹介されていますのでチェックしてください。本来のカウンターフェイトと比べると画像が良くないかもしれないですが、少し試していきたいと思いますのでぜひご覧ください。今のところコンフィ UI の方が早く綺麗な画像ができますので、今回もコンフィ UI で試していこうと思います。来週にコンフィ UI の動画を投稿予定ですが、速報続きで少し遅れています。ではコンフィ UI の画面の方で設定だけ確認しておきます。モデルがカウンターフェイト XL アルファ、 ローラはなし。プロンプトはまずスクールユニフォームを着た少女を描いてみます。最初は比較のためにネガティブエンベッティングスを空欄にしておきます。画像サイズが 1024×1024、 トータルステップが35で、そのうち28ステップまでがベースモデルです。 CFG スケール7、クリップスキップが2、サンプラーが DPM++2MSD カラスで画像を生成していきたいと思います。そしてアップスケールモデルも組んでいて、 1.5 倍のアップスケール、デノイジングストレングス 0.3 で画像を生成していきたいと思います。来週投稿予定の私の動画を見ると、ここまでのノードはご自身で組めるようになると思います。アップスケールモデルは今回はアニメ系をまずいきましょうか。 ERS ルガン 4X プラスアニメ 6B で画像を生成してみます。アウトプットですが、ベース、リファイナー、アップスケールという順番に出てきます。画像を生成していきます。ベースはノイズを残していますので、このような画像になるのですが、こちらが最後まで生成したリファイナーの画像になります。これはエンベッティングスなしですので、少しぼんやりとした画像になります。これがアップスケールの画像です。では次にネガティブエンベッティングスの効果を見ていきましょう。シード値やアップスケールモデルをウルトラシャープに変えたりして画像を生成しました。今回比較しようと思うのはこの画像です。これはネガティブエンベッティングスに何も入れていない画像で、左がリファイナー、右がアップスケール後の画像になります。それではネガティブエンベッティングスの A から入れていって評価してみましょう。画像を生成していきます。リファイナーの画像が来ました。顔が少ししっかりしたような感じが出ていますね。左上の桜もかなりはっきりした形が出ています。スタンダードモデルということでこのように変わりました。では B を見てみましょう。ちょっと手が崩れました。 B はリアル系ということですが、画像がリアルによるということではないようですね。アップスケールするとかなり顔も可愛らしい形になっていると思います。手の奇形防止はあまりないのかもしれません。では C のアニメ系に行こうと思います。画像を生成していきます。今画像が生成されましたが、それほど大きく変わりませんでしたね。はい、このような結果でした。大きくは変わりませんが、それぞれ変化が見られるようです。ネガティブエンベッティングスはしっかりと働いているようですね。最後にいつも自分が使っているテンプレートのネガティブプロンプトをネガティブエンベッティングスの C の後ろに追加しようと思います。基本的には品質系はあまり入れていなくて、奇形防止とかそのあたりを追加しているだけですが、これを追加して画像を生成していきたいと思います。生成された画像がこちらです。手は綺麗になってますが、構図が変わったので比較が難しいですね。改めてネガティブプロンプトを入れることで画像がだいぶ変わっていることがわかりますね。こんなに変わっているんですね。桜の花びらなんかはネガティブエンベッティングスのみの方がいいかもしれないですね。アップスケールするとこのような画像になりました。あとはリアル系も含めていろいろな画像でプロンプトや設定を変えながら画像を生成しましたので、そちらをご覧ください。